2024年が今スタートしました。そしてこちらでは早くも選挙に向けた戦いが始まっています。明けましておめでとうございます。すいません、どうぞよろしくお願いします。北九州市八幡西区の岡田郡、多くの参拝者でにぎわう境内の一角で、年明け早々支持を訴えているのは北九州市議の三原麻人氏です。自民党の三原氏をめぐっては、去年2月の北九州市長選で党が推薦した候補ではなく対立候補を応援したことから、県連の党紀委員会が離党勧告が妥当と結論付ける事態となっています。離党をして、次期衆院選に無所属で出馬する意向を示している三原氏にとって、今年にかける思いは特別です。今回衆議院選挙というのに出馬をするということはもう決めておりますので、おそらく今年度あるだろう、その解散選挙に向けてですね、必ずや勝ち上がって、そして竹内市長と北九州を日本を進めていきたいと、そういうやっぱり強い思いというのを新たにしました。激しい戦いが待ち構える三原氏に、おみくじは何を告げるのでしょうか。どうでしょう。あ、まあ吉ということで、これぐらいがちょうどいい。願望。急いでは叶いにくい。はい。急がずにしっかりやれということが書いてあります。この1年頑張ってということで、それが大吉になれるように頑張りたいと思います。はい。次の衆院選で鞍替えを目指しているのが、参議院議員の大家聡氏です。自民党福岡県連は去年、党員投票を実施して大家氏を支部長に推したものの、党本部は認めず、福岡9区には支部長を置かない決定を下しました。さらに年末にかけて自民党の派閥の裏金問題が発覚、政治への不信感が高まる中での年明けとなりました。自らの思うところをきちんと語った中で政治資金をお願いしていくという形は今後も続いていくんだろうと思うんですね。あとはそれに不信感を持たれないように、どういう集め方をして、どういう使い方をしていくのか、これをきちんとすることがまず求められると思います。大家氏の今年の運勢は、結果は中吉です。願い事、他人の助けにより望み事を叶う、急ぐな。鞍替えを目指す大家氏のおみくじには、急ぐなと書かれていました。それは人生全般に当てはまると思うんですね。やっぱ焦ってはことを損じるということがありますから、じっくりですね、地に足をつけて頑張れという、そういう示唆をいただいたんだろうというふうに思っています。ポンピラ山で初日の出を拝んだのは、現職で無所属の尾形凛太郎氏です。保守分裂で票が割れれば有利になると見られる尾形氏、神社で引いたおみくじの結果は、おお、中吉。気力体力十分にして勢いあれど、思うようにことは進まぬぞ。ただ準備万端であれば必ず成果あり、喜びも大きい、意外な発見あり。今年激動の年じゃないかなという種はあちこちにまかれているわけでありまして、まあ、思うようにことは進まぬと書いてありますが、まあ、それはその通りだよねという気持ちもありますし、だからこそ準備万端して、成果出せるようにですね、頑張っていきたいと思います。自民党の裏金問題で政治への不信感が高まる中、早くも戦いが始まっている福岡9区。立候補予定者の2024年は、おみくじのお告げ通りとなるのでしょうか。